度のいれば調子がいいよ、外してみせる、やめてくれ。買ってやった金のネックレス、シワの中35万、自慢のカツラ、後ろ前だよ。ファンデーション3日でなくなるほど塗って、どこへ行く、デモに行くのさ、年金あげろ。サンバサンバ、これからサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。イエーイ、皆さんこんにちは。ちょっと喉が痛めております。睡眠不足です。眠かったら助けてくださいよろしくお願いします。わかるかな、わかんねえだろうなの諸葛亜千歳です。イエーイ、はいどうぞ。はい、和樹ひろこです。よろしく。あら、和樹ひろこさんです。はい。はい、佐野優子でございます。佐野優子さんです。よろしくお願いします。どうも皆様こんにちは。こんにちは。今朝早くに足立区役所の方に行ってまいりました。あら、先日に結婚式。まさか入籍したからじゃないよねバレたいや、先日ぬくば亭の方で募金をしていただいた、それをちょっとね、うちに置いとくのも嫌なのですぐお持ちして、もう本当に市役所の人にね頭下げられて優越感に感じました。諸葛亜都の坪根と申します。どうぞよろしく。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いえいえ、とんでもない。何がもらったって今日。うん、タオル。あ、タオル。いつもねくれないんですけど、先ほど師匠にほら持ってって、私ほら足立区じゃないし、おめえ持ってけってそれ言った、ね、自分がもらったと思ってて、ね、でもねやっぱり今日初めていただいて、まあ感謝ですね。感謝してるありがとうね。でみんなに寄付ね、してもらったもんね、あの時ね。ありがとうございました。ひろちゃんも一緒に回ったんだった。あ、そうです。ね、回りました。一緒に回ってくれました。嬉しかったですね。ねえ。ひろちゃんは今日はどこから来たの？船橋です。船橋。あ、遠いんだ。そうでもない。そうでもない。うん。少し遠いですね。ゆうこさんはどっちからですか？栃木県佐野市ですね。佐野市。はい。遠いんだ。ちょっと遠いかしらみたいなね、でもね今日ねこれね、YouTube あるっていうことで、もう喜んで嬉しくって、はい、もう早々と来ちゃったんですよ。いやー嬉しいね。佐野っていうと ねゴルフ場がいっぱいあるもんな。そうですね、必ずのどっか寄ってラーメンは食べてくる。そうそうそう、佐野ラーメンが一番で ね本当にゴルフやるんですか。私はそれが全然何もできない。ゴルフのこの字もなかったんです。あれでも昔ねアルバイトでキャディさんしてました。バイトキャディさんやったんだ。そうなんですよ。えらい。今はね何もないけど、昔はね学生の頃はバイトでキャディさんやってました。キャディっていうのはどうなんですかあれは。いやね、ほら OB とかなんか出すと、ビョーって遠いところ行っちゃうじゃないですか。あれね、ボール見つけるのに、球がやっぱりたまんないよね。そういう時にやっぱり自分が行って、球拾ってくるんだ。そうそうそう、そのまんで、あんまりね、奥の方行っちゃうと取れないんで。そりゃそうだ。だから、もうね。見つからない時どうするんですか、ポケットから出して入って。そういう時もありましたよね。私なんかも見つからない時あるよな、セーブ。いやありますよね、見つかんないと。だから予備のボールを持ってんだよね。そういうことなんだかね。よしゅんなんかもほらゴルフ好きだから。そうそう、ゴルフ好きだ僕。ちゃんと行きました、自分。あ、そうですか。行きましたね。でもね、ゴルフやっててあんまりやりすぎちゃって、目の血管切れちゃってね。それで擦ってるうちにこの黒いところが傷ついちゃって、ここ見えなくなったの。
で周りが見えなくと真っ白が見えない。だからヒロちゃんがボヤーンと見えるけど、はい、はっきり見え分からない。だから綺麗か綺麗じゃないかはそれは私は分からない。そういうことです。ね、あの目はね尋常じゃなかったもんね。真っ赤になっちゃって、うさぎの目みたいになって。もううさぎの目どころかとにかくひどいんですよ。そうそう。で手術するときに一緒に行ったんですけど、うん、そうそう、もうもち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 師匠怖いのったらもち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 。手術行ったね。やだったよ俺。うん。そしたらね。黒いからもう見えないんだから、うん、その何か内出血じゃなく、うん、あれ何か見えなくなる皮が一部取るのがあるんだって、うん、なんとかっていうのは、うん、それがねしなくていいって言われたんだよ。手術をやれば皮一枚取れば見えるんだけどって、うん、だって黒いのが見えないんだからいくらやってもダメよって言われて、片方はしなかった手術、うん、片方だけ手術したの、うん、そんなことありましたね。でもねやっぱりあの手術2時間半ぐらいかかったんですよ。そうそうそう、かかったね、かかりました、うん、すぐ終わるはずだったんですけどね、うん、そうそう、もうでもねこんな眼帯して、うん、でも早かったですね退院 ね、そうだったんですか、2時間半かかった、2時間半かかりました、両方両方見たのよ、うん、両方もこっちもこっちも目真っ赤でも見えなかった、うん、あらまあ、それで見てもらった、うん、そで来てもらってこの辺りが透き通って見えるんじゃないかな、うん、そうそうね、ね、そうそうね、今もうテレビ見ても何かあのね韓国のことで ね、いっぱいですね、なんだろうあれは、困っちゃう、何か日本のことをこう何か ね下げてますけど、日本もそんな気持ちは一つもないのに、うん、自分からやって何かおかしい国って言っちゃおかしいかな、うん、私の考えかな、何かもう一つ何か折れてもいいような気がするね、うん、ただ強気でガッ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 言ってるだけで、うん、本当に何か許すじゃないけども、こっちもじゃあ勝手にもじゃあ 許さねえってなったらばずっとこのままになりますよね、怖いですよね、うん、国民性なんでしょうけど、国民性とあの選挙の性もあって、うん、ね、選挙を応援するためにその一族がうわーっと盛り上がって、おかしいだあれな、おかしいよね、うん、いいんだか悪いんだか私は言えないけど、うん、おかしいよ、ちょっとおかしい ね見ててだけど、うん、日本の国もおかしいね、地球か何かな、何か何でしょう、うん、こう水が雨降ったりも何が流されて、ね、北海道で玉ねぎが流されちゃってどうするの ねもう玉ねぎ拾うのに、ね、そういえばね、うん、韓国でもね玉ねぎの人いますけど、だんだん玉ねぎ多くなってきたね、いろんな話で本当に玉ねぎですよ、もう、そうですね、向いても向いても玉ねぎがねあれだから、うん、さあ一曲いきましょうか、そうですね、今日はどなたの、私、諸葛屋都のつぼねでございますが、いやいや、ありがとうございます。諸葛屋千歳師匠が詩を書いてくださいました。はい。ふるさとは風に乗って聞いてください。どうぞ。どうぞ。刺すような太文字手紙、読めば恋し頼りで涙、おくれ努力一筋、
人なり生きてくために石の上にも三年まだまだ抜けず山よ川よ、ああ変わりはないから。ありがとうございました。諸葛や千歳師匠が詩を書いていただきました。ふるさとは風に乗って、都のつぼねでした、ね、どうでしたこの師匠の詩を、ね、いいですね。あのつぼねさんはね、このみんな喋り出すと自分のふるさと言うんですよ、うん、だからふるさと忘れてない、ずっと。だからふるさとをテーマにリボンつけて、おし忘れはしないっていうのをつけ歌唱、これでこの歌を聴いて忘れはしないだけ頭に入ってくれればもうそれでいいんですよ。一行だけでおしゃれポーズ作ったんだけど、どうでしたかね。ここか、このこの辺、ここですね、この歌、文句です。これを覚えてもらいたい。どうぞ、あとはもうどうぞいいですね。ちょっとあとはどうでもいい、作品の、 あのポイントですね。これで覚えてもらえばもういいわけなんですよ。みんなふるさと忘れはしないっていう一行だけ、うん、でもやっぱり作詞の先生ってやっぱりイメージがあるじゃないですか、うん、一人一人のね、うん、こう今みたいに私のその1ポイントのところとかね、うん、やっぱり和樹さんなら和樹さんのおかみさんのこれからね、うん、あの流しますけど、やっぱりポイントがあるじゃないですか、うん、ポイントあります。やっぱりそのポイントをうまくどのように表現するかですよね。そう、表現するか、そうです、そうですよね。だからこのポイントだけはしっかりやってもらいたいっていうのがあるんですよ。その一行だけ、そうそう、うん、みんなふるさと持ってんだけど忘れてはいないよっていうことを訴えてもらいたい、うん、それをみんな地方に来から都会に来た若者はみんなふるさと聞いて、あーっとこう 思ってくればいいなと思いますよね。ほらも秋田だとかね、みんなあるからね、命名、うん、に。ほら石川県なんだよなとかね、やっぱり福島もいるし、ね、でもあれなんだよね、つぼねさんは、うん、あの全国泊まって歩いたように、九州は九州でいるし、名古屋は名古屋でいる。あれはなんでそういうのできたの、うん、ああ、うん、旅行とかですね、若い時に、北海道から九州、あ全国、何っていうとあそこ何だなって言うんですよ、うん、あ、じゃあいろんなとこ回ってるんですね、うん、素晴らしいね、うん、あのね、やっぱり若い時にじゃないとできないと思いまして、うん、やっぱりいろんなところね、鹿児島とか、やっぱ四国、山口、沖縄、まあいろんなとこ行きました。いやだけどやっぱりね、よかったとお勉強になりました、うん、博多の博多もいました、うん、はい、ね、うん、よくまあそうよく動けていたなと思います。私は素晴らしいです ね、 ね、だからやっぱりあそこにはああいう食べ物があって、こうだし、あれは美味しいしっていうのは、ここもそうだしっていうのを全部把握してます。あの神社だろ、お寺だけど、なんだか神社、あそこのどこのですか、九州の、うん、鹿児島、あのなんか自分が年次行ってたじゃん、神社、うん、愛宕神社、福岡だったかな、愛宕神社、愛宕神社、あの黒田のお城のちょっと上がったところに、うん、愛宕神社ってあるんですけど、うん、そうそれをね言ったらこういう、うん、大堀公園がございまして、その大堀公園にレストランがあるんですけど、そのレストランがあの今東京であのロイヤルホストの発祥地、へえー、そうそうなんだ、そうなんです、
未だにそのレストランあるんですよ、大堀公園のところ。それがあのロイヤルホストの発祥地であり、発祥地なんだ、うん、そうなんです。すごいな。竹の塚にもありますよね、ロイヤルホストね。そう、発祥地です。あ、そうなんだ、素晴らしいですね。そういうみんな知ってんだよ、だからお店 ね、 だからやっぱり全国回ってきたなって、よく昔 ね、 ね、歩いてね、地図を作ったようなもんだ、これこれこれ地図を作ってきた人なんだから大変だ ね、 ね。さあ今度はどなたですか。佐野優子さんです。優子さんの歌、久しぶりですね。すごい久しぶりになっちゃいまして、ね、なっちゃいましたね、はい、出てきましたんで、また頑張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。今日の曲はですね、うん、佐野優子さん、枯葉のようにって歌ってます。おー、枯葉、はい、これはやっぱり佐野の歌ですか。いや、これは佐野とかそういうもんじゃなくて、じゃなく普通のちょっと軽やかな歌になります。軽やかな歌ね、はい、じゃあ聞いてみましょう、はい、佐野優子さんで枯葉のように、はい、どうぞお願いします。優しい言葉に惑わされ、初めて知った甘い夢、あなたとならば熱いあなたの腕の中、心は乱れ酔いしれる、定めと知りながら待ちます今日もこの部屋で、どんなに深く夜のネオンもぼんやりと切ない胸で夜は更ける。ありがとうございました。作詞作曲小浜圭司さんで、佐野優子、枯葉のように聴いていただきました。はい、先生元気ですか。そうですね、元気してますね、してます、はい、ちょっと当てないねじゃん、うん、お会いしてないんですか最近。そうですね、みたいな感じだけど元気だと思いますよ、はい、そうですか。先生元気ですか、聞いてますか見てるかな、ね、聞いてるといいですね。今佐野っていうと どんなようなこう季節を回ってますか。夏から秋でしょうけど、まあね、あの辺はそうですね、やっぱり、うん、弁天池がね、もうすごいあれですけど、うん、季節的にはもういろんなことあるし、うん、季節と言われてもそうやっぱり、お祭りはよくありますよ、いろんなイベントが、あの辺はね、はいはい、うん、いろんなイベントがあって、ええ、おはがありがたいことに地方ではね、おはがちょこちょこあるの、来てくれるので、あら、よかったね、地方で頑張ってます。そうですか、はい、頑張ってるんで、はい、あ、地方でも
おはがって歌ってらっしゃる。そうなんです、うん、ありがたいことに。ありがたい ね、まあ、ね自分もフェイスブック立ち上げたので、うん、あの佐野優子音楽事務所って、うん、それを書いて売ってくれれば、うん、見えますんで、あら見て、うん、見てやってくださいね。お願いします。どうですか。ありがとうございました。やる気でいますね。じゃあ、ね、頑張らないと。やる気でね。まだまだそうですよ ね、まだまだですよね。歌は枯れ葉でしたけどね、人間はまだ枯れ葉じゃないので、まだ頑張りますから。おっかないですね。そうですか、うん、いい雰囲気ですよね。いやね、この先生が聞いてるとね、もう怒られちゃうかもしれないですけど、いやいや、すいませんです、全然申し訳ありません。まあ、それはそれだからね。時代は時代だからね。この枯れ葉のようにってやっぱりイントロがちょっと中国っぽいなみたいなね、うんうん、そうですね、感じが ね曲がね、うん、そうそうそう、うん、もう全然やっぱり違う感じにね、仕上がってます。声をちょっと高く歌ってるもんね。そうなんです。軽くね。そうなんですね。うん、そうそうそう、うん、ね。だからやっぱ太いから高く声を上げたのかなっていう感じもしますけどね。自分の声が太いんで、うん、本当に喋ってる声もこんな太いんでね。そうですよ。ね、だからそんなように作ってみたんでしょうね。さあ、今度は逆に声の優しいね、声を出す方なんですけど、ね、ひろこさんは、はい、うん。花月ひろこさんは、うん、触覚や千歳師匠が、はい、あら私と同じ作詞でございま す、ね、もうね、涙の色はおかみさんという曲をねこう書いていただいたんですが、うん、それではちょっとね聞いてみましょう。聞いてみましょう。花月ひろこさんで涙の色はおかみさん、どうぞ。
ありがとうございました。和樹ひろこさんで、作詞初角谷千歳、作曲岡島二郎さん、涙の色はおかみさんを聞いていただきました。そうですね、先生キーが高いですね、はい、私この間ね、こう、私は居酒屋のおかみさんですよ、そのおかみさんにはいろんな方々がこう地方からまた都会に来て、一人でぼつっとしたらしょうがないから、また縄乗り見たり提灯見て、みんな集まってきて、おかみさんの声を聞きながらまた家帰ってってね、うさばらしをするんですよ。それができる方だからこう書いてみたんですよね。ありがとうございます。とぴったりだ今歌、ね、素晴らしいですね。びっくりしちゃった。やっぱ素晴らしい。キー高いですよね。キー高いですよ。だから高いです。うん、もう本当にキーが、ね、かわいらしい声で羨ましいですよ。だから最初のあのサックスの音がうーっていうのが太くうーっとしてこの声出てくるでしょ。すごくこのいいですよね。うん、だからうまくできてるなと思いますよ。先日もちょっと聞いて、ね、花歌を歌ってみたんですけど、あそこのキーの高いフレーズあやっぱり出ない。私は本当に、ね、すごい素晴らしい、ね、いっぱいのもんでこれ歌えば。でもやっぱり二郎さんも、二郎さんもね、いい曲作りましたね。そうですよ、やっぱこういうの知ってるからね、何回もあのみんなで木馬亭で聴いてるから、こういうふうに作ろうと、この詩にはこういうふうに作ろうってちゃんと分かるわけでね。やっぱりあの木馬亭で4年ぐらいお世話になってますので、あの二郎先生も千歳師匠もやっぱりあった曲をくださったんですね。そうです。私のためにありがとうございます。本当は、はい、あの宮子さんの最初の曲ね、はるみさんじゃないけど宮子さんだけど、あの坪根さんの歌をご自分が歌うわけだったんですよ。はい、それあなたが歌わないというかで、あの作曲の先生はじゃあこのうちにいるからそれ歌いますよって言ったの。そしたら今度は電話来て私が歌いますってまた言ったんですよ、あなたが。それでこの人歌えなくなったの。それで悪いと思って、あ、私はひろこさん その先生が電話来たから、はい、じゃあひろみさんにあの歌を曲作ろうって作ったんですよ。はい、ちょっとね事情ありましてね、ちょっと歌えなかったんですよ。ああ、そうなんですか。なのでちょっとお休みしていつかはと思って、でひろこさんが、あの歌うっていう話が来た時にどうぞっていう話、そうそう最初言ってたんです。そうですよ、ね、だけど、ちょっとね ある事情がありまして、あの出そうかなっていうことになったので、本当に申し訳ございません。だけど本当自分の歌だからね。でもこれね、このふるさとは風に乗ってはやっぱりあのね、坪根さんのために師匠が作った歌なので、やっぱり坪根さんに合ってるんですよね。そうなんですよ、はいはい、それで合ってる。北海道のね、年中湧かないっていうね、言い出すんですよ、いつもふるさと言うの。だから私はきっとこのふるさとは風に乗っていただいても、坪根さんのような味は出せなかったと思うので、なるほど、まあ、ちょうどよ、よかった、お上手本当にお上手最近上手になりましたねこの番組見てるようになってから ねいやいやいや、でも本当に思うんですよ、はい、それではですね、そろそろね、聞きたいと思います。久しぶりにね。あ、私のそうですよ。そうですか。それはね、何だっけ、あるとは平成流れ部分、名前があゆみって言うんですよ、うちの弟子なの昔。あ、で弟子で16歳ぐらいで来て、でレコーディングしたんですけど、はい、それからご自分がいい旦那に見つかって結婚しちゃったの、それで今20年ぐらい会わなかったの、でこの間電話来たんだけど、私が電話をねするのを忘れているんですよ。で、何ていうかちょっとお母さんが越谷の病院に入院したらしいんです。で自分はそれを見に行ってたまには慰安会したいなと思って、何かそこでお母さんの前で歌いたいという話を聞いたんで、私のこと連れてっていいですかって言うから、いいですよって言ったきり、私電話一回もしないんですよ。だから、それは電話がないのよ。わからない。もしも、あゆみちゃん電話かったら、私に電話ください。みんな、一緒に行って、お母さんの前で歌いますから大丈夫ですよ。お電話ください。あゆみちゃんお電話ください。そこで、
その今日あゆみさんと僕が入れた歌を聴いてもらいたいと思います。平成流れ船という曲です。聴いてください。聴いてください。どうぞ。ありがとうございました。千歳とあゆみ平成流れ船を聞いていただきました。あゆみさん、よろしければ師匠のところにご連絡ください。お待ちしております。そうです。それでお母さんの前でね、みんなで行って歌いたいです。越谷病院行ってね、あずの美穂がね歌ってたらしいんですよ、踊りと一緒に。それでね、あれあの人は千歳さんのお弟子さんじゃないって言われたんだって、あゆみちゃんが。あとから来た人だったわけで、それで分かったらしいんですよ。それでこれ電話来て病院にこう言ったら、電話を忘れちゃった、もう聞いたんだけど忘れちゃったのよ。だからあゆみちゃんが電話くださいよ、僕お願いします。そういうわけでね、でお母さんの前でみんなで一緒に歌ってあげます ね、 ね、そうです。本当に、お大事にしてくださいね。ね、やっぱりこうお会いしたいですね。そうですよ、ね、懐かしい。ここに来てもらいたいんだけどね、師匠もお年が若かったせいか声もねなんかすいません、どうも。いいえ、今日は寝てませんね、眠くなりました私。でもやっぱり師匠ね、先ほど言ってましたけど、はい、眠い眠いって言うけど、うん、何をなさってたのかしら。あれをやってましたねもうね、頼まれて、一緒に木馬亭で歌ってる皆さんにの方かな、年次聞いてますから、その方々がね、何か私も作ってもらいたいなって遠回しに言う人とぜひそろそろやりたいっていう人がいたもんで作ってみたんです。あ、詩をね、寝ずに作ってたってことですね。その佐野優子さんの詩を2つ作りました。美しい暦っていうのと、それから会ってくださいっていうね、そういう歌を作ってみました。頑張ってみます、まあ、ね、岡島二郎さんに曲を作っていただいて、私もね本当に楽しみにしておりますので、ね、よろしくお願いします。チャレンジしてみますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それではですね、はい、次佐野優子さん、はいはい、今日の曲はですね、異国の恋なんですね、はい、なんか珍しい、はい、異国の丘じゃなくて、異国の丘じゃなくて、異国の丘じゃなくて、それではね、聴、ね、いてみましょう、はい、佐野優子さんで異国の恋、どうぞ。お願いします。喜び、それとも涙、離れて知ったあなたへの恋、私に気遣うその優しさが、いつかあなたの重荷になるわ。どうせ添えない二人の肌で、悲しいほど、闇の果てに訪れるのは、そうよ決まって涙だけなの。あなたはどうか、あなたの道を作詞作曲、佐野優子、異国の恋でございます。優子さんの歌って全部小浜圭二先生なんですか？そうなんです、はい、すごいですね先生も。すごいもんね、もう作詞のね、こう引き出しがたくさんあって、ギター弾いてね、ギターリストなんでね、うん、そうなんです。何の曲で、メキシカンじゃなく、なんだっけ、ラテン、ラテンですか、うん、うん、そうかな、ね、あの向こうの曲をね、弾くんですよ。そう、うん、今もやってらっしゃるのかしら、うん、今も体がなんかね不足だってないか、うん、前はなんか教えてたんですよね。そうそうそう、ね、すごいギターがいっぱいあってね、びっくりしちゃいました。あ、そうですか。もういっぱいいろんなギターがあるんですよ。もう教室行くと、なんこんなにあるんですかみたいなびっくりしちゃって、やっぱ一つ一つ違うのかしら。なんか違うみたいですよ、ね、すごい高いものもあるらしいで、すごいなんか音が違うんだよ、音多分ね、うん、要はあのこれと一緒で、そうそうそう、多分そうだと思います。そうですね、金額違うんだから。やっぱり高ければ高いほど音色がいいという、うん、そういうのもあるしね、ケースに入ったのがビシーッとこういくつも入ってて、もう教室行った時には驚きました。あら、うん、ギターは習わなかったんですか？私はね、ギターは昔、ええ、あの学校時代、ええ、ちょこっとフォークソングだなんてやったことあったんですけど、もうそれ以来全然タッチしてないんで、ええ、もう全然こう指が届かなくなってね、指が抑えられなくなって、もう今は全然、私もね、子供の頃あのピアノちょっとやったんで、指が届かねえんだ。バイオリンこうやったのだから、バイオリンもなかなか大変なのね。
ここの、そうですよね。うん、私、うちね、ピアノあるんですよ。ね。ピアノあるんですか。あるんですよ。あるんですけど、誰も今、弾く人いなくなっちゃった、ね。ああ、やっぱりね。ちょっとやったんだけど、僕、うん。うちは、そう、子供たちがピアノはやってたんですよ。うん、もう8年ぐらいかな、ずっとやってて、うんうん、でももうみんな大きくなっちゃったんで使わないからっていうことでちょっとね、もう、うん、出してしまったんですけど、家族はもうじゃあ何人、今は5人暮らしで暮らしております。うん、で今じゃちょっと子供たちが、自分がいて、母親がいて、娘がいて、孫が2人なんです。孫2人、はい、2人兄弟だけ。いや、自分の娘たちは全部4人姉妹なんですけど、うん、上が双子なんですよ。うん、で真ん中は結婚してんだけど子供がいなくて、うん、で上の2人は2人ずついるんですね。そうですか。4人兄弟ですから、もう帰ってくると賑やかです。いいですね。だから賑やかの方がいいな。ね、双子って大変じゃないですか、小さい時は。そうですよ ね。でもね、母親がちょうどリストラに会っちゃったんですよ。で母親と一緒に育てちゃったっていう感じなんで、すごい助かりました。今母親何歳ですか。今90です。うわ、今90歳なんだけど、この母親がびっくりのことに65歳で免許取りました。あら、嘘でしょ。本当ですよ。近所の人にも限界だ、有名になっちゃって、もう姫子って言うんですけど、姫ちゃん姫ちゃんとか言ってて、で今はもうあの運転しないですけど、65歳でもう免許取ったんです。それで90歳。それ今90です。うわ、食べ物はどうなんですか。普通に食べてます。ほら、はい、量はちょっと少なめですけど、うん、一緒にだからご飯一緒に自分と食べて、うん、みんな一緒に食べてますよ。そうですか。元気で何よりなんですよ。うん、もういろんなことをやってくれるんで、身の回りとかのが手伝ってくれたり、動いてんだ、動いてます全然。それはいい、すごい助かります。それはいい、食べるでしょ。ね、やっぱりいつももう母に感謝ですよね。やっぱりそうなのな。本当に母に感謝で。そうなるよね。もうあのね、母へのメッセージの感謝状っていうのを歌わせていただいてるんですけど、ね、ね、本当にもう感謝です。うんね、はい、でもあれを歌わ、まあね、まあ歌ってあげてくるね、作るわけいかないもんね。そうなんですよね。コピーしたって言われるからね。大変ですよ、だからね。うん、そうですか。はい、ひろこさんのとこは何人兄弟いらっしゃるんですか、兄弟は。あ、二人です。二人姉妹。二人姉妹。あ、妹です。女性よか。妹。私が長女で、で、まあ妹、二人姉妹なんですよ。で、家族どうなってんですか。あ、家族は、うん、今はあの夫と私と、うん、あと犬のクッキーですね。犬のクッキーだけど。あ、犬がいるんだ。はい。でも同じ敷地の中に、うん、長男家族が。まあ、庭は一緒なんですけど、家が2棟建ってまして、長男家族は3人、はい、長男とお嫁ちゃんと孫と、うんうん、はい、あ、旦那さんの何かいるんですか。いやいや、私の妹の、違います、私の長男の家族が同じ敷地の中に別棟に、ああ、そういうわけなんです。はい、あ、そういうことか。はい、じゃあいいね、安心して ね。そうですね、うんうんうん、はい。じゃあ自分が今歌ってても皆さんは何とか言わないんだ、お母さん頑張ってくださいっていう感じ。ね、あの、私は子供はあの男の子3人なんですけど、おら、やっぱり男の子優しいですよね。優しい、うん、応援してくれてます、ね。おら、まあ、嬉しいね。あの、何も言わないで黙って応援してます、おりゃ、そうなんだ。何も言わないですけどね。でも、あの、分かります、感じますね。ね、母さん頑張れっていう感じ、本当なんだろうね。そうね、 CD を1枚ずつね、あ、渡したら、うん、で、まあ、長男も、うん、まあ、音楽やってるんですよ。おや、はい、まあ、今はあの、まあ、まあ、もともと DJ なんですけど、うんうん、なので、あの、長男にどうって言ったら、いや、お母さんいい歌だね、詩がいいよって言ってくれます。うわ、嬉しいね。すごい嬉しかったです、ね。あ、そうそう、はい、おお、ね、それではね、和樹ひろこさんで、これはいい ね、カップリングの曲でございます。これもまたね、千歳師匠が詩を書きました。はいはい、ああ、ふるさと、聴いてください。どうぞ。
我慢する人、泣いてる人よ。みんなふるさと行ったり来たり、荒れた郷土の不要の土に。いつか実のなる種まきながら、みんな揃ってみんな揃って咲かせてゆこう。温泉歌えば楽しい。みんなふるさと行ったり来たり、男だから力を貸して、知恵を出す人、まとめる人もみんな揃う。みんな揃って気づいてゆこう。3番の頭もいいね。ありがとうございました。和樹ひろこさんで、ああ、ふるさと。この歌も千歳師匠と岡島二郎さんが曲をつけていただきました、うん、ねえ、よかったです。私ね、これがね、A 面かなと思ったんですけど。いや、レコード会社は A 面にしようかって言ったの。うん、だけど僕はやっぱり、うん、ひろこさんが主役だから、うん、あの、おかみさんで先に、うん、涙の色をおかみさんにしてくださいって言ったのよ。わ、うん、かりましたって。社長が。社長が。そうそう。やっぱり、あれなんでしょうね、やっぱり。聞く耳のあれがこう A 面にしようか B 面にしようかっていうのは人それぞれだから、うん、ねえ、うん、私はてっきりこっちが A 面かなと思う。これは今ね、全国であの土地が流れたり山が崩れたり、うん、家が流れたりしてるでしょ、うん、そうそうそう、だから復興のために本当はこれが一番いいんです、うん、でもそれを大体的に歌う時には一緒に歌うから、これもやっぱりはっきり言って歌った方がいいですから、はい、うん、復興のための曲ですよって言って、はい、そうですね、うん、そうです、はい、これも全国回れるますから、これ、うん、いや本当ですね、うん、もう本当にそうそう、ありがたい文句はね、うん、いい文句だから、またね、これもやっぱり寝ずに作ったんですか。そうですよ、寝ずに作りましたか、ね、これも寝ずに作る、寝ずに寝ずにね、声が出ない。ありがとうございました。同じ声、声出なくなる。でもゆうこさんのね、先ほど詩をちらっとね、こうお伺いしたんですけど、良かったですよ、すごく、うん、見ましたけど、うん、本当になんか、ね、どうでした。全然違う形になるから ね、うん、今まで歌ってるものとは違うと思います。どんな形に出るんできるんですかね。そうです、あのね、楽しみに、そうです、ね、頑張ってみますんで、そうです、ね、頑張ってください、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ次、最後の曲になりました、諸閣や都の局でございます。皆さん、ちょっぱり目を解くねっていう曲でございます。いいね、それでは聴いてください、はい、どうぞ。いえ、布団跳ねのけ飛び起きろ、起きじゃかもめも呼んでいい、つがる海峡を夜が明けりゃ、
よ来い、はよやれ船に乗れ、西東腕に自慢の舵を取る、ありがとうございました。諸閣や都の局でジョッパリ夫婦船を聞いていただきました、うん、佐藤先生に直され直されようやく歌いました。佐藤真一って言いましてね、佐藤真一先生、あの先生は古いもんね、もう80何歳、うん、あの小林明さんのギターを持った渡りを、うん、作曲をした方ですよね、うん、あのヒット曲ですよね、だから、うん、夜の銀狐になっている、うん、えあの歌も、うん、作曲のされた夜の金狐、ね、うん、うん、そういうのを作った先生です、うん、結構ヒット曲あるんですよ、ね、あるんですよ、ね、ね、ね、もう優しすぎて本当に、そうそうそういっぱいいっぱい出してんだけどね、師匠、うん、もそうですよね、佐藤先生に、そう、サンバ、これからサンバと、うん、三千道を行く、うん、本当に師匠が優しい先生だぞって言うから、うん、本当に優しいから、うん、いつ怒るんだろうと、うん、まあここにもねお呼びしたんですけど、うん、ちょっと腰の手術で、そうそう、足がねちょっと杖ついて歩いてるので、私はいけませんっていうことでおっしゃっておりました、うん、ね、うん、ありがたいことです、そうですよ ね、 ね、でもさあ、うん、はいはい、ゆうこさん、はい、何かこれからどっか行く場所あるの、これからの他に、うん、あの例えば今月とか、ね、来月とか、地方なんですよね、うんうん、地方のがやっぱり何件かありまして、えなんでしたか、あとは慰問ですか、慰問のが多いんでいいですね、そういうところにはちょっと今回お歯がかかって、うん、まずは敬老会が先なんですけど、敬老会地元のね、えあのあれでそれでちょっとあの呼んでいただいたんで、へえところにね、そうですか、いいですね、6月ですよ ね、 ね、またもでも元気がいいですねでこのねえ、本当にすごいよ、そうだ、だってお母さん90歳だからな、そうなんですよ、それ頑張んなきゃいけないよな、ね、自分が今から振られてたもんね、 そ、 あのねそうですよ、うん、そうですよね、頑張ります、あっちこっちフラフラとみたいなね、ふらりくらりでしょうがないみたいな、 で、 でもね一応ね CD2 枚出しましたのでね、次もまた頑張りたいと思いますので、頑張ってください、頑張ってください、今度はもう東京にずっといるようにね、なるべくできたらね、そうしたいですよね、そうしたいですよ、まあそうしてください、今度はお願いしますね、もう全身コールで嬉しい、今度私の曲でね、はい、そうですね、私の歌でやるんですからね、千歳師匠の詩で、そうですよね嬉しいよね、私嬉しいです、ね、なんか挑戦してみますんでね、私も50作曲をしてから50年ぐらい なるんですよ、そんなに経つんですか、はいはい、でもそこでヒットしたのは夕焼け小焼けっていうのはあれが160万枚 あと道力物語っていうのね、これがまた大ヒット、あそう、ね、人生だるま坂っていうのね、そういっぱいあるの、いっぱいあるんですね、うん、あるんです、自分で書いたんだよ、すごいですね、うん、ありますから、ね、はいはい、自分でみんな書いてますから、素晴らしい、ですからもう 作
曲家にこう大出してからそうなってますから、だからみんな当たればいいんです、1曲当たればね、やりたくなります、みんなね頑張らなくちゃいけないですね、だけどあのびっくりしたね、線が細いの声が高いし、いい声になってるね、いい声で歌ってますよ、だからね、びっくりしちゃった、ほらほら、だってさすきみどりの声でね歌ってたから、ほらあいやーと思ってたけど、よかった、これすごくいいね、ビーンとくるもんね、さあこれから何かありますか。あ、私もあの今月16日、はい、うん、あの敬老会のお祝いに歌ってほしいって、うん、新曲いいですね、頑張ってください、はい、はい、御嶽神社でやる、御嶽神社、ほら御嶽神社だって、そう、すごいな、場所を見に行ったらすごい立派な神社で、およかったね、御嶽神社って立派で、はい、あるね、はい、この、うん、ああふるさと、うん、そして涙の色を神さん、うん、歌ってきます、はい、頑張ってくださいね、はい、頑張ってきます、ね、坪根さんは何かありますか。私ですか。今日はお役所に行ってそう石油入れてきたすいません、募集しております。ここに連絡くださいね。いや私9月の15日とかあの深谷の方とかね行かせていただくんですけども、うん、やっぱりあの木馬亭をね重視としてやっていきたいと思います。もうねまたね木馬亭を休まずに、うん、やっぱりこう出たお金で9月は、うん、27日でございます、ねね、であとね師匠は18、19、20日の日帰ってくるの、九州に行っちゃいます。あら、まあ流されないように、でも九州あのうで、ね、うん、9月の、16日は昨日ね、ラジオ日本の、うん、大木ひろ子さんと小松みどりさんが番組持ってんの、うん、それにゲストに僕出てきたのよ、うん、で16日流れる、それなんで私16日したら年寄りだからって敬老の日だからそれって言われたの、ね、ね、ラジオラジオで流れますから聞いてください。みんな一緒じゃないですか。昨日はね、富士夕刊富士っていう新聞の取材がありまして、うん、その取材が今度は10月の何週に2週流れますから、また新聞見てくださいね。見てください、お願いいたします。それから12チャンネルの、BS の方ですけど、毎週水曜日朝5時から、輝けのど自慢っていうようにやってます。そこで私流れてます。これからサンバと3600は流れてますから、聞いてみてくださいね。テレビね見てください、お願いします。それでは次回は9月の18日でございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。還暦に初めて触れたパソコンで偶然に開いたページ出会いのサイト、出会ったあなた70歳、一本指のキーボードメールが来ました。明日もきっと13回、一人いるより二人でと、まだまだ3650日もあるからね。過ぎた日は遠い向こうへやりました。さようなら、嘘の恋には挫折もしたわ。回り道して時が過ぎ、やっと会えたの真実に二人で咲くの